ってるか見てみもご注目ください。まず初めに登場しますのは西港太鼓会です。西港太鼓会は境港の太鼓会で、鳥のある小屋に四本柱が上柱から道路台まで続く道路柱、三大佐賀本土岩田同時関係高難杯栄柱泥巻などあらゆるところに鳥の絵が残されています。これこそは、島田の松本さんの人生です。
どうなってるの？すごいっす。
います。